君は時の涙を見る。はい、コツの大趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのは、目の前にありますメタルロボット魂からディスティニーガンダムスペック2ということでね、こちらが届きましたんで、今回はこちらをね開封して紹介していきたいと思います。では早速ね、この輸送箱で送られてきたんで、これをねとりあえず開封したいと思います。はい、輸送箱から出しました。いや、外箱なんですが、めちゃくちゃかっこいい。すっげえかっこいいなこれ。まあ、とりあえずね、箱の状態を回転させて見てもらいたいと思います。はい、ということでね、いやもうこれめちゃくちゃかっこいいな。まあ、箱自体にねこうやって箱押しがされてるんで豪華に感じます。うん、いいね。はい、では早速ねこの箱からも出して、とりあえずブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、ブリスターの状態ですね。とりあえず二重ですね。はい、下の段に台座やエフェクトですね。はい、で表側に本体とこの翼ですね。はい、であとこちらですね、説明書、こちらがついてます。両面に印刷されてますね。なるほど。じゃあとりあえずねパーツをね一つずつ見ていきたいと思います。はい、まずはね台座のブリスターですね。いや、めっちゃすっげーかっこいい。黒に赤の白、いやすごいね、かっこいい。めっちゃ鏡面反射しますね。うん、周りが映り込んじゃう。それに支柱とかですね、支柱に、あとこれはシールドですね。シールドのエフェクト、はい、これめっちゃ薄っぺらいね。うん、すごい薄い、薄いプラスチックみたいな。うん、それに、エフェクトですね、サーベルのエフェクトとか、あとはビームですね、ビームのエフェクト。うん、こちらが武装の方ですね。はい、これがアロンダイトビームソード。はい、これはこうね展開するギミックがついてます。はい、でこうねここも展開します。ここはねこの出っ張りを下に下げることでこう展開しますね。はい、でこれに取り付けるエフェクトがこれですね。はい、これを取り付けると、はい、こんな感じですね。うん、アロンダイトビームソードで、こちらがビームライフルですね。はい、マーキングとかもねしっかり入ってます。でこのスコープが稼働しますね。うん、とあとこれね、この持ち手の部分、はい、こちらが高エネルギー長距離ビーム砲長、はい、高エネルギー長距離ビーム砲はい、これもねこう展開しますね。はい、うん、長い。で持ち手の部分も、うん、はい、こんな感じで、はい、であとはこちらシールドですね。まあシールドは小ぶりですよね、ディスティニーは。うん、でこれもね稼働しますね、パカッとね。はい、こんな感じで開きます。うん、はい、でこちらがレールガンですね。はい、ここが
カード落ちますね、はい、でこちらがマガジンパックかな、これも外れますね、はい、お次はこちらですね、はい、ウィングユニット、はい、ディスティニーの象徴的なね、うん、武装の一つ、これもねちゃんとこうねマーキングが入ってますね、かっこいい。とかねこちらですね、両手のひらからこうね放射されるエネルギー、それがエフェクトとこの手パーツが一緒になってますね、うん、かなりトゲトゲしくなってます、はい、しかもこれあれですね、名前ついてましたね、パルマフィオキーナ、うん、この名前を知ってる人はかなり、うん、シード好きですよね全然自分知らなかった、パルマフィオキーナ、うん、はい、あとはね武器をマウントする背面にね設置する武器をマウントするパーツが2つついてます。早速ね本体ですね見ていきましょう、こちら、はい、いやいいね、なんかこんなんだったっけなっていうぐらいちょっと新鮮味を感じますね、このディスティニーは、まあ、スペック2だからね、うん、なんだ何が違うんだっけ、まあ、とにかくカラーリングが違うよな、なんかね一見するとこの青の部分が成型色っぽく見えるんだけど、これ塗装してんのかな、成型色かな、どうなんでしょうか、まああとはマーキングですよね、マーキングがちゃんとここにスペック2ってなってますね、でコンパスのねマーク、顔、いやほんとディスティニーはねあれだよね、悪魔っぽいよね、うん、悪魔っぽいよ、なんか目元のねこのスリットみたいなのが赤になってて、うん、すげえ悪魔っぽい、でもかっこいいよね、うん、いやーいいね、メタルロボット魂なんでね、まあこういう風にね、超合金合金が使われてますんでね、ちょっと重みがありますね、うん、重厚感がある、はい、てな感じでね、あとは、まあ、手パーツとかが、うん、それぞれクーパーグードパーとかね、ライフルを持つパーツ、はい、そちらが付属するという感じですね。ではね、私はもうねこの辺でもうこの状態で飾りたいっていう感じでもうポーズを決めちゃいたいと思います。はい、やっとね組み立て終わってポーズも決めました。私がどんなポーズを取ったかっていうとね、まさしくこのパッケージですよ。このパッケージのこのポージングがめちゃくちゃかっこいいと思って、これをちょっと再現しようと思ってちょっと頑張ってました、結構30分ぐらいやりましたねさて近づけたのか、いきます、こちら、はい、遠いいやもうねちょっと遠いよね、ま、でも画角に収めようとするとちょっとこう遠くなっちゃうんだよね、まあ、でもなんとなく汲み取れるかな、はい、こんな感じですよ、うん、まあ、とりあえず限りなく近づけはしました、はい、でこのポージングにするときに注意なのがこのなんちゃらソードですよ忘れたけど
こちらがね、この武器自体がちょっと重いんで、どうしても手首が下がっちゃうんですよ。うん、で支えもないんで、あの手自体がガンって下がっちゃうんですよね。こういう持ち方をすると、逆手に持つとね。うん、まあ多分順手で持っても落ちると思うんですけれども。で支えが何もないんでね、ちょっとポージング取るのに、どうしようか悩んだんですけど、一応ね支柱の高さとかを調整して、あの下の台座にね乗せれるぐらいの角度に微調整して、やっとこのポージングにできました。はい、なのでね、あのこれソード固定はできてないです。うん、ちょっと乗せてかろうじてバランスを取れてる感じなんで、うん、このポージングはねどうなんだろうな、うん、ちょっと難しいかもしれないよね。とにかくこの武器を持ってポージング取ることが多分難しいと思う。なんか支えみたいなのを作った方がいいかもしれないですね。はい、いやでも見てください、めちゃくちゃかっこいいな。なんか自分で言うのもなんだけど、めちゃくちゃかっこよくポージングできたな。はい、ではね、とりあえず背景を変えてね、回転させていつも通りお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。